ロジャー・ベーコンは、教端的博士と呼ばれた13世紀イギリスの哲学者。カトリック司祭で、当時としては珍しく理論だけでなく、経験値や実験観察を重視したので、近代科学の先駆者と言われる。イギリスのサマセット州イルチェスター生まれ。聖火は、もともと裕福だったが、ヘンリー三世時代の清掃に巻き込まれて、資産を没収され、家族は追放の浮き目にあった。 ベーコンは、オックスフォード大学で学び、アリストテレスの著作について講義するようになった。やがて、フランシスコ会に入会し、オックスフォード大学の教授となった。1233年頃、当時のヨーロッパの最高学府であったパリ大学へ、赴いて学んだ。当時、フランシスコ会とドミニコ会は、新進修道会であったが、学問の世界で、 花々しい活躍を見せて注目されていた。フランシスコ界のオスはヘイルズのアレクサンデルであり、一方のドミニコ界はアルベルトゥス、マグヌス、トマス・アクイナスという指定コンビがその名を馳せていた。このような華やかな学問の世界において、ベーコンの優秀さは注目され、マリスコのアダムやリンカン教、ロバート・グロス・テストといった当代の有名学者たちと親交を深めた。 ベーコンの授業では実験や観察を行うことに特徴があった。ベーコンの学問はイスラム圏の科学者たちの著作に由来するものが多かった。このことがベーコンに当時のヨーロッパの学問における問題点を気づかせることになった。当時、アリストテレスは決して素晴らしいとは言い難い、わずかな翻訳でしか知られておらず、学者たちはギリシア語を学ぶという発想がなかった。 これは、聖書の研究に関しても同じであった。物理の研究は、アリストテレス的な手法でなく、イスラム圏の科学者であるイブンアルハイサム的な、経験に基づいた手法によって行われていた。ベーコンが死と仰いだのは、マハルクリア・ピカルドゥスのペトルスなる人物であった。おそらくこれは、直書館という著作で知られる数学者、ペトルス・ペレグリノスのことであると考えられている。ベーコンは、 他の学者たちのようになかなか名声を得られないことに、苛立ち、著書、小著作、第三著作において、ヘイルズのアレクサンデルらを攻撃している。やがてベーコンは肥満教、ギー風力なる数奇教と知り合い、その学識に興味を抱いた数奇教から著作をまとめるよう求められた。だが、ベーコンは、フランシスコ会の中で許可なく著述活動をすることが禁止されていたため、 はじめは乗り気でなかった。しかしこの数奇教が教皇クレメンス4世になり、ベーコンに対し禁令を無視してでも秘密裏に著述をするよう求めた。ベーコンはこれを受けて著作をまとめ1267年に教皇に送った。これが大著作である。次に大著作をまとめた小著作が続けて書かれた。1268年には早くも続く著書。 第三著作が教皇に送られたが、教皇は同年死去した。教皇の保護を失ったベーコンは1278年にフランシスコ会の内部で断罪され、アラブ思想を広めた疑いで投獄された。幽閉は10年に及んだが、同教のイギリス貴族たちがベーコンの解放を求めたため、釈放された。著作の中で、ベーコンは神学研究の改革を提唱している。 スコラー学のような概念の詳細な区分に集中することをやめてもっと聖書そのものを研究すべきだと考えたのである。ベーコンは当時としては先駆的な思想であったが研究者たちに聖書の原点の言葉ギリシア語、ヘブライ語を学ぶことを求めた。ベーコン自身は数カ国語で精通し当時の聖書やギリシア哲学の書が語者と語訳によって オリジナルからかけ離れていることを嘆いていた。そして、進学学習者たちに対して、もっと広く諸学問を学ぶことを求め、大学のカリキュラムの改革が必要であると考えた。ベーコンは、進学や学問において、ただただ先人に追随することを否定した。彼の大著作では、数学、工学、科学に関する記述が含まれ、宇宙の規模についてまで言及されている。 さらにベーコンは後世において、顕微鏡、望遠鏡、飛行機や蒸気船が発明されることまで予想している。また、宇宙の運航が人間の運命と心身に影響すると考えていた。ベーコンは他にも、ユリウス歴の問題点を指摘し、アイザック・ニュートンより400年早く、水の入ったグラスにおいて、光のスペクトルを観測していた。ベーコンは、 当時世界の最先端にあったアラビア科学と哲学に親しんでおり、近代科学を先取りして経験と観察の重要性を強調した。ベーコンには百科事典を作る構想があったようだが断片しか残されていない。ありがとうございます。